漁復期、太宰治一。本州の北端の山脈は、ボ珠山脈というのである。せいぜい三四百メートルほどの丘陵がお寄付しているのであるから、普通の地図には載っていない。昔、この辺一帯は広々した海であったそうで、義経が家来たちを連れて北へ北へと亡命していって、遥かえぞの土地へ渡ろうとここを船で通ったということである。 その時、彼らの船がこの山脈へ衝突した。突き当たった跡が今でも残っている。山脈の真ん中頃のこんもりした小山の中腹にそれがある。約一セブぐらいの赤土の崖がそれなのであった。小山は真影山と呼ばれている。麓の村から崖を眺めると走っている馬の姿に似ているからというのであるが、事実は老いぼれた人の横顔に似ていた。 馬ゲ山はその山の影の景色がいいから、一層この地方で名高いのである。麓の村は個数もわずか二三十てほんの乾村であるが、その村外れを流れている川をに里ばかり遡ると馬ゲ山の裏へ出て、そこには十畳近くの滝が白く落ちている。夏の末から秋にかけて山の木々が非常によく紅葉するし、 そんな季節には近辺の町から遊びに来る人たちで山も少し賑わうのであった。滝の下には、ささやかな茶店さえ立つのである。今年の夏の終わり頃、この滝で死んだ人がある。恋に飛び込んだのではなくて、全くの過失からであった。植物の採集をしにこの滝へ来た色の白い都の学生である。この辺りには珍しいシダ類が多くて、 そんな最終化がしばしば訪れるのだ。滝つぼは参謀が高い絶壁で、西側の一面だけが狭く開いて、そこから谷川が岩を噛みつつ流れ出ていた。絶壁は滝のしぶきでいつも濡れていた。シダ類はこの絶壁のあちこちにも生えていて、滝のとどろきに始終ブルブルとそよいでいるのであった。学生はこの絶壁によじ登った。昼過ぎのことであったが、 初秋の日差しはまだ絶壁の頂上に明るく残っていた。学生が絶壁の半ばに到達した時、足だまりにしていた頭ほどの石ころがもろくも崩れた。崖から剥ぎ取られたようにすっと落ちた。途中で絶壁の老樹の枝に引っかかった。枝が折れた。凄まじい音を立てて縁へ叩き込まれた。滝の付近に居合わせた45人がそれを目撃した。 しかし、縁のそばの茶店にいる十五になる女の子が一番はっきりとそれを見た。一度、滝つぼ深く沈められて、それから、すらっと上半身が水面から踊り上がった。目をつぶって口を小さく開けていた。青色のシャツのところどころが破れて、最終カバンはまだ肩にかかっていた。それきりまたぐっと水底へ引きずり込まれたのである。に、 春の土曜から秋の土曜にかけて天気のいい日だと、馬影山から白い煙の幾筋も登っているのが、随分遠くからでも眺められる。この自分の山の木には生気が多くて炭をこさえるのに適しているから、炭を焼く人たちも忙しいのである。馬影山には炭焼き小屋が十いくつある。滝の旗にも一つあった。この小屋は他の小屋とよほどは慣れて建てられていた。 小屋の人が違う土地のものであったからである。茶店の女の子はその小屋の娘であって、諏訪という名前である。父親と二人で年中そこへ寝起きしているのであった。諏訪が十三の時、父親は滝壺の脇に丸太と吉津で小さい茶店をこしらえた。ラムネと塩せんべいと水なし飴とその他二三種の駄菓子をそこへ並べた。 夏近くなって山へ遊びに来る人がぼつぼつ見え染める自分になると、父親は毎朝その品物を手籠へ入れて茶店までは混んだ。スワは父親の後から裸足でパタパタついて行った。父親はすぐ単語屋へ帰って行くが、スワは一人居残って店番するのであった。湯山の人影がちらとでも見えると、休んで行きせ、と大声で呼びかけるのだ。 父親がそう言えと申し付けたからである。しかし、諏訪のそんな美しい声も滝の大きな音に消されて、大抵は客を振り返さすことさえできなかった。一日五十銭と売り上げることがなかったのである。黄昏時になると父親は住小屋から、体中を真っ黒にして諏訪を迎えに来た。なんぼ売れた、なんも、そだべそだべ 父親は何でもなさそうにつぶやきながら滝を見上げるのだ。それから二人して店の品物をまた手かごへしまい込んで、住小屋へ引き上げる。そんな日課が下の降りる頃まで続くのである。諏訪を茶店に一人置いても心配はなかった。山に生まれた鬼子であるから、岩根を踏み外したり滝壺へ吸い込まれたりする気遣いがないのであった。 天気が良いとスワは羅針になって滝壺のすぐ近くまで泳いで行った。泳ぎながらも客らしい人を見つけると赤ちゃけた短い紙を元気よく書き上げてから休んで行きせえと叫んだ。雨の日には茶店の隅でむしろをかぶって昼寝をした。茶店の上に博士の大木が茂った枝を差し伸べていていい雨よけになった。つまりそれまでのスワは どうどうと落ちる滝を眺めては、こんなにたくさん水が落ちてはいつかきっとなくなってしまうに違いない、と期待したり、滝の形はどうしてこういつも同じなのだろう、といぶかしがったりしていたものであった。それがこの頃になって、少し思案深くなったのである。滝の形は決して同じでないということを見つけた。しぶきの跳ねる模様でも、 滝の幅でも、目まぐるしく変わっているのが分かった。果ては、滝は水でない、雲なのだ、ということも知った。滝口から落ちると白くもくもく膨れ上がる塩梅からでもそれと察知られた。第一水がこんなにまで白くなるわけはない、と思ったのである。諏訪はその日もぼんやり滝壺の傍らに佇んでいた。 曇った日で秋風がかなり痛く諏訪の赤い頬を吹きさらしているのだ。昔のことを思い出していたのである。いつか父親が諏訪を抱いて隅釜の番をしながら語ってくれたが、それは、サブロと八郎という木こりの兄弟があって、弟の八郎がある日、谷川で山辺という魚を取って家へ持ってきたが、兄のサブロがまだ山から帰らぬうちに、その魚をまず一匹焼いて食べた。 食ってみると美味しかった。二匹三匹と食べてもやめられないで、とうとうみんな食ってしまった。そうすると喉が乾いて乾いてたまらなくなった。井戸の水をすっかり飲んで終わって、村外れの川端へ走って行って、また水を飲んだ。飲んでるうちに、体中へブツブツと鱗が吹き出た。サブローが後から駆けつけた時には、 八郎は恐ろしい大蛇になって川を泳いでいた。八郎や、と呼ぶと、川の中から大蛇が涙をこぼして、三郎や、と答えた。兄は包みの上から弟は川の中から、八郎や、三郎や、と泣き泣き呼び合ったけれど、どうすることもできなかったのである。諏訪がこの物語を聞いたときには、 あわれであわれで父親の墨の粉だらけの指を小さな口に押し込んで泣いた。スワは,は追憶から覚めて、不審げに目をパチパチさせた。多岐が囁くのである。八郎や、三郎や、八郎や。父親が絶壁の赤い蔦の葉をかき分けながら出てきた。スワ、何歩ぼ売れた。スワは,は答えなかった。 しぶきに濡れてキラキラ光っている鼻先を強くこすった。父親は黙って店を片付けた。住小屋までの山頂ほどの山道を、諏訪と父親は熊笹を踏み分けつつ歩いた。もう店しまうべえ。父親は手籠を右手から左手へ持ち替えた。ラムネの瓶がカラカラ鳴った。秋土曜過ぎで山桜やっこもねえべ。日が暮れかけると山は風の音ばかりだった。 奈良やもみの枯れ葉が折々にぞれのように二人の体へ降りかかった。おど。スワは父親の後ろから声をかけた。おめえ、何しに生き出るば父親は大きい肩をギクッとすぼめた。スワの厳しい顔をしげしげ見てからつぶやいた。わからねじゃ。スワは手にしていたすすきの葉を噛み裂きながら言った。くたばった肩、いいんだに。父親は平手をあげた。 ぶちのめそうと思ったのである。しかし、もじもじと手を下ろした。スワの気が立ってきたのを塔から見抜いていたが、それもスワがそろそろ一人前の女になったからだな、と考えてその時は堪忍してやったのであった。そだべな、そだべな。スワは、そういう父親のかかり草のない返事が馬鹿臭くて馬鹿臭くて、すスきスの葉をべっぺっと吐き出しつつ。アホ、アホー、と怒鳴った。 2. 盆が過ぎて茶店をたたんでから諏訪の一番嫌な季節が始まるのである。父親はこの頃から45日おきにタンを背負って村へ売りに出た。人を頼めばいいのだけれど、そうすると15銭も20銭も取られて大したついえであるから、諏訪一人を残してふもとの村へ降りていくのであった。諏訪は空の青く晴れた日だとその留守にキノコを探しに出かけるのである。 父親のこさえる炭は一票で五六千も儲けがあればいい方だったし、とてもそれだけでは暮らせないから、父親は諏訪にズンを取らせて村へ持っていくことにしていた。ナメコというぬらぬらした豆キノコは大変値段が良かった。それはシダ類の密生している付木へ固まって生えているのだ。諏訪は,はそんな苔を眺めるごとに、たった一人の友達のことを追想した。 ずんのいっぱい詰まったかごの上へ青い苔を振り巻いて、小屋へ持って帰るのが好きであった。父親は炭でもずんでもそれがいいねで売れると、決まって酒臭い息をして帰った。たまには諏訪へも鏡のついた紙の財布や何かを買ってきてくれた。小枯らしのために朝から山が荒れて小屋の掛けむしろが鈍く揺すられていた日であった。父親は創業から村へ下りて行ったのである。 ツワは一日十五夜へこもっていた。珍しく今日は髪を言ってみたのである。ぐるぐる巻いた髪の根へ、父親の土産の波模様がついた竹長を結んだ。それから焚き火をうんと燃やして父親の帰るのを待った。木々の騒ぐ音に混じって毛玉の叫び声が幾度も聞こえた。日が暮れかけてきたので一人で夕飯を食った。 黒い飯に焼いた味噌をかてて食った。夜になると風が止んでしんしんと寒くなった。こんな妙に静かな晩には山できっと不思議が起こるのである。天狗の大木を切り倒す音がメリメリと聞こえたり、小屋の口あたりで誰かの小豆を研ぐ気配がサクサクと耳についたり、遠いところから山太の笑い声がはっきり響いてきたりするのであった。父親を待ちわびた諏訪は、 わらぶとんきてろばたへ寝てしまった。うとうと眠っていると、時々そっと入り口のむしろを開けてのぞき見するものがあるのだ。三人が覗いているのだ、と思って、じっと眠ったふりをしていた。白いもののちらちら入り口のどまへ舞い込んでくるのが燃え残りの焚き火の明かりでおぼろに見えた。初雪だ。と夢心地ながらウキウキした。とうつう。 体が痺れるほど重かった。ついであの臭い呼吸を聞いた。アホ、スワは短く叫んだ。物もわからず外へ走って出た。吹雪それがどっと顔をぶった。思わずメタメタ座って終わった。みるみる髪も着物も真っ白になった。スワは起き上がって肩で荒く息をしながら、ムシムシ歩き出した。着物が烈風でもみくちゃにされていた。 どこまでも歩いた。滝の音がだんだんと大きく聞こえてきた。ずんずん歩いた。手のひらで水花を何度も拭った。ほとんど足の真下で滝の音がした。狂いうなる冬子立ちの細い隙間から、おど、と低く言って飛び込んだ。し、気がつくとあたりは薄暗いのだ。滝の轟きがかすかに感じられた。ずっと頭の上でそれを感じたのである。 体がその響きに連れてゆらゆら動いて、身内が骨まで冷たかった。母は,はあ水の底だな、とわかると、やたら無性にすっきりした。さっぱりした。ふと、両脚を伸ばしたら、すすと前へ音もなく進んだ。鼻頭が危うく岸の岩角へぶっつかろうとした。大蛇、大蛇になってしまったのだと思った。嬉しいな、もう小屋へ帰れないのだ。 と一人ごとを言って口ひげを大きく動かした。小さな船であったのである。ただ口をパクパクとやって鼻先のイボをうごめかしただけのことであったのに。船は滝壺の近くのブチをあちこちと泳ぎ回った。胸びれをピラピラさせて水面へ浮かんできたかと思うと、ストオヒレを強く振ってそこを深く潜り込んだ。水の中の小エビを追っかけたり、 岸辺の足の茂みに隠れてみたり、岩角の苔をすすったりして遊んでいた。それから船はじっと動かなくなった。時折、胸びれを細かくそよがせるだけである。何か考えているらしかった。しばらくそうしていた。やがて体をくねらせながらまっすぐに滝壺へ向かっていった。たちまち、くるくると木の葉のように吸い込まれた。底本。晩年。 新潮文庫、新潮社。1947、昭和22、年12月10日初版一冊。1985、昭和60、年10月5日70冊開版。1987、昭和62、年11月25日75ずり。初出、開票。1933、昭和8、年3月号。 入力、中島総一。構成、鈴木敦志。2003年4月9日作成。2013年4月6日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.auzora.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成。 制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。